チュニジアのラデスにある多目的スタジアム。チュニスに本拠地を置く2つのサッカークラブエスペランススポルティーブ、ドゥ・チュニス及びクラブアフリカーンのホームスタジアムでサッカーチュニジア代表の試合も開催されている。2001年の地中海競技大会のために建設された。建設当初の名称はスタットセットノベンブルで、これは第2代大,大統領のザインアルアビディーン。 ベンアリーが大統領に就任した1987年11月7日に、ちなんでいる。2001年7月、コケラ落としのチュニジアカップ決勝が開催された。地中海競技大会終了後はクラブアフリカーンとエスペランスチュニスのホームスタジアムとして活用され、サッカーチュニジア代表の試合も開催されている。2004年にはアフリカネーションズカップ2004の試合会場となった。 2010年7月28日、トロフェでチャンピオンのパリ・サンジェルマン、FCVS オリンピックマルセイユが開催された。2011年、ジャスミン革命により、ベン・アリーは大統領を辞任し、サウジアラビアに亡命。これを受けて、スタジアムの名称が、現在のスタッドオリンピックドゥラデに改められた。ありがとうございます。